ユーティン TV をご覧皆さん、どうも、アイダスよりも俺の方がオリジナルユーティンでございますって言ってね。どういうわけか、今日はトゥエンティのバスルームからお届けしちゃってるよねっていう話なんだけど、今回初の試み GRWM っていうことで、今から超多忙で有名な U20 は街に繰り出す準備をしなきゃいけないよねっていう話なんだけど、一体この U20 の髪型っていうのがどういう風に作られていくのかっていうのはてめえたちも気になるわけじゃん。だから初めて今こんな感じの何もセットしないナチュラルな髪型を初めててめえたちにお見せしてるよねっていう話なんだけど、最近見てもらったらわかる通り前髪が結構伸びて鬱陶しくなってるよねっていう話だから、今まではワックスで前髪を下ろすようなセットをしてたんだけど、この前髪の長さだとジェルの方が当たり前にいいよねっていう話だから、今からちょうど髪の毛をジェルでセットして外に出かけるまでの準備っていうのをお見せしようと思うよねっていう話だね。まず今の髪の状態なんだけど、ちょうど頭を洗ってタオルドライしただけの状態だよねっていう話だから、半乾きの状態なんだけど、実はこの方がジェルでセットするときは動きがつけやすいし、ガチッと固めやすいし、さらにパーマをかけてるやつに関しては完全に乾かすよりも濡れてる方が動きが出やすいよねっていう話だよね。それで早速ね、このジェルでセットをしていくよねっていう話なんだけど、このジェルに関しては日本では売ってなくて、マレーシアに住んでた時に買ったやつなんだけど、このウーバーメンのエクストリームホールドジェルと、このジェルはマジで俺の U21 ぐらいにカチコチに固まっちゃうよねっていう話だから、早速これをつけてセットしていくよねっていう話なんだけど、だいたいまず取る分量としては結構大胆にこれぐらい俺はつけちゃうねっていう話だよね。で、しかも後から結構足していくんだけど、それでは早速ね、ちょっとこの iPhone の前についてる鏡も見ながらなんだけど、まあ、こういう感じで、こうオールバックを作るような感じでまず髪をこう書き上げるんだよね、うん、なんか完全なセンターパートっていうよりは俺は結構6-4になるようにセットするんだけど、この片方の髪をちょっと上げ気味にしたいんだよね。そしてこっちを上げたら、まずこのここすごい重要だからね、ここを俺の場合結構この横目が張ってるから、ここを隠すようにセットしたいんだよね。だからここは絶対に伸ばしながらセットしなきゃいけないよねってお話なんだけど、だから足りねえよ。それでまたこれぐらい追加すると大胆に、男は大胆さが必要だから。で、まあこの分け目に沿ってちょっとねボリューム感を出しながら、まあ、セットするということで、で今まあ半乾きてか七分乾きぐらいの状態だったんだけど、ちょうどねなんか毛先だったりなんかパーマ感ちょっと出てるの分かる、毛先とかちょっとちりってる感じじゃん、うん、だからこういう風に全部乾かすと、しかも結構ジェルだとねなんかセットしにくい気がするんだよね。なんか俺の髪質の問題なのかもしれないんだけど、だからこうやって濡れた状態で、まあ、セットする方がまあちょっと俺的にはねやりやすいと思うんだけど、まあ、かっちりセットしたいメンズのてめえたちとか、例えば女の子でもベリスの子とかいるわけじゃん、うん、そのかっちりセットしたいんだったらどちらかといえば半乾きの状態でやった方がまあやりやすいんじゃないかなっていうふうに思うよね。さあこういうふうにねちょっとボリュームアップしたかったら握り散らして、あとで毛先だけ整えるみたいな感じでやってるよね。それで俺のこだわりなんだけど、ここ立ち上げ部分、ここを絶対こうグイッてなるようにしたいんだよね。で、こうするには当たり前に手ぐしだけではできないよねっていう話だから、今からここのドライヤーを使ってここを盛り上げて固めるっていう特殊なスキルを使うよねっていう話だよね。そしてこれなんかめっちゃ速乾性あるやつだからなかなか取れてくれないんだけど、やべえマジで取れねえどうしよう。よし、ようやく取れてくれた。さあさあ、そしてこのドライヤーを使うんだけど、このドライヤー別に全然高級品でもなんでもない。なんでこれ買ったんだろうね。自分でもなんで買ったか分かんない。で、これの弱風でホットにすると。で、こう、前髪ね、ここの上げたいところにこう当てていく感じだね。ちなみに、生まれつきっていうか、もう昔からデコが広くて、
なんかこれで髪薄いとかハゲとかなんかそういうアンチコメ書くやつがたまにいるよねっていう話なんだけど、俺高校ぐらいの時から何もデカの広さ変わってねえからな。髪の細さも変わってないし、まず舐めんなって話でね。でしかも毛量どちらかといえば多い方だからね、何も髪の量で困ったことないから、勘違いしないって話で、あれちょっとやりすぎたかも。話しながらだとなんか調子狂うよね、動画も撮りながらだからね。さあこんな感じで、本当はもっと当てる時間短くてもいいんだけど、まあちょっとわかるこの変化、このクイってなった感じでしょ。こんな感じでとりあえずは髪の毛は完成でいいのかな。まあこんな感じでジェルのかき上げる感じだね。まあアップバンク的なセットはまあ終了だということでね。まあ次はちょっとねお顔を作っていくよねっていう話なんだけどていうか俺別にほぼファンデぐらいしかしてないんだよね実際。まあ、まずちょっと使ってるものとして紹介したいのが、これちょっと動画にする前に掃除しろよって話でこのめっちゃ飛び出してんだけど、このザ・セムのチップコンシーラーの02だよね。これ多分一番黒肌じゃないけど、まあメンズだったらまあこれぐらいの色が一番いいのかなって感じだよね。でこれをまあ基本的には例えばそのニキビが出ちゃったらニキビの上につけるとか、あとは黒ずんでるところを隠すとか、まあそういうのに使うよねっていう話なんだけど、まあ俺の場合はちょっと青ひげが目立つよねっていう話だから、こういう感じでちょっとうっすらと塗っていく感じだよね。でちょっと鼻もねなんか最近あんま綺麗じゃない気がするから、でここのほくろとかそういうところにもちょっと塗っていって、そしてこの叩くようになじませる。まあこんな感じだよね。結構でもスピード重視でやってるから、まあ結構雑かもしんない。そういうアンチコメは一切受け付けんからマジで目立ち書くないかもしれない。書いても消すからね。そうだよね。まあひげの青み的なそれを隠していく。本当はね、もう脱毛したいんだけどね、マジで。マレーシアでやったんだけど、なんか最近めっちゃ濃くなってきたから、ちょっとね、問題だよね。そして、あとは、これも汚ねえな。どんだけ年季入ってんだって感じ。この、フォレスト4面。これ、イニスフリーっていうね、女の子だと大体知ってるか。まあ、韓国コスメの、まあ、ブランドだよね。これの、まあ、メンズのラインがフォレスト方面って言うんだけど、まあ、これちょっと日本で売ってなくて、韓国から輸入した感じなんだけど、まあ、グルーミング BB クリームと。で、これも、色が濃い方の、ナチュラルベージュ、02ナチュラルベージュだね。で、まあ、これも、こう、なんかちょっと、なんか点を乗せた感じ、うわ、今日なんか、あれかも、出過ぎてる気は、やばいやばい。やばいね、出過ぎてる気分で、これをまあ均等に塗っていく。やばい、今日まず出過ぎたかも。でなんかこの画面越しでも結構肌白くなってるの分かる。結構ねこれメンズの BB としてはかなり濃いめというか、まあ、しっかり色がつくんじゃないかなっていうふうには思うんだけど、一瞬髪の毛についてる気がしたけどついてないの、大丈夫そう。結構ちゃんと色がついてくれるから、肌のトーンをね、まあ、均一化したいだったりとかそういう願望のあるメンズはこれをおすすめする。てかなんかウーノの BB だったっけな、なんかメンズのやつ日本に帰ってきてから実家帰った時に一回買ったんだけどめっちゃ薄かったんだよね。これ BB じゃなくねみたいな、なんなんみたいな。本当に何の意味もなかった。まあこれだとね、全然リキッドファンデとして、まあ使えるぐらいの感じだから。結構肌の色変わったくない？なんか美白になったよね。まあこんな感じで、肌のトーンを均一化すると。こんな感じでございます。そして、まあまたちょっとね、手を洗うよねっていう話なんだけど、ちなみに使ってるハンドソープ、これちょっとね結構おすすめだから紹介しておくと、この何これ、この読み方わかんない、サボンフランス語じゃないかよこれ、ノアデココ
クレミューズかな、ちょっとごめんね、分かんないや。まあこれはあのコストコで売ってるハンドソープなんだけど、あのココナッツの香りが、まあ、なんか4つ入りぐらいで売ってて、まあ、2500円ぐらいだったと思うんだけど、まあ、これ結構ねいい匂いだから、まあココナッツ、まあ、チャロはココナッツの匂いが好きっていうことで、ハンドソープとしては珍しい匂いがするから、まあおすすめだよね。それで最後、まあ、仕上げとして、まあ、これ結構定番じゃ定番だよね。同じくイニスフリーのノーセバムミネラルパウダーと、まあ、これをね、おしろいをね、おしろいというかお香ね、もう塗っておくっていくよねっていう話だよね、うん、だこれね、結構粉の分量分かってなくて、まあ、多分こんぐらい、うん、なんかな、うん、まああんまりね、やりすぎても顔が粉が吹いたみたいになっちゃうから、まあ薄く伸ばす、伸ばすというか叩いて伸ばすみたいな、そういう感じで、で、これ本当に優秀で、マジでこれ男こそやった方がいいと思ってんの、うん、なんかこれやってるとマジで油浮かないし、あのテカんない、本当にこれ結構どちらかといえば混合肌なんだけど、まあオイリー要素はあるから、うん、なんか例えば夏場とかだとさ結構テカりがちなんだけど、まあ、これ塗ることによって全然テカんないよねっていう話だから、メンズこそこのイニスフリーのね、ノーセバムミネラルパウダーと、これは絶対に買った方がいいよねっていう話だし、そもそもメンズもこの美意識の高すぎる U20 からしたら、マジてめえたち美意識低すぎだからっていう話だから、意外と女の子って結構細かいところに見てるよねっていう話だから、この俺の今の動画がきっかけでもいいし、やろうと思うてめえたちは、ぜひこの機会にてめえの美意識を上げてもらいたいよねっていう話だよね。まあそんな感じでね、今回このジェルセットで U20 が完成するまでお届けしたよねっていう話なんだけど、またアクセの GRWM っていうのも今後また動画を撮っててめえたちにお見せするよねっていう話だし、実際に物申す動画よりもこういう美容系のは実はやりたくて仕方ないよねっていう話だから、今後こういうコンテンツはどんどん積極的に撮っていくよねっていう話だから、目の前にワンクリックで救える命があるっていうことで、ぜひチャンネル登録と高評価をして通知もオンにした上で次の動画また楽しみにしてもらえたらと思います。それでね、またネクスト U20TV でお会いしましょう。 See you!